西方からの円形。北六は急で南六は緩やか。美濃山地は、福岡県筑後地方にある、山地名。美濃山地とも表記する。美濃山地は、久留米市に橋を発し、大分県境まで至る。講義では、杖三山などの杖山地を含めた範囲を指す。山地北園に存在する、水縄断層によって形成されたと考えられており、北側は、旧長家城。 南側は、緩斜面となっている。東端にある森は、滝のある水源の森として、水源の森百選に選定され、筑後川、水系小瀬川や名水百選に選定された、清水湧水の重要な水源となっている。1720年6月には大規模な土石流が、発生している。受け橋にある西見家所蔵の、解散物語によると4、村が、 ほぼ壊滅し60人近い住民が亡くなったという。また、浅倉市の南臨時所蔵の南臨時演技によると、浅倉市の山田、古毛、白木、芝などの地区も甚大な被害を受けたという。1932年には、大村天満宮に、大村復興碑が建てられた。滝のある水源の森水源の森百選、林野町 ABCD。 美濃連山土石流から300年、浮橋西石企画展福岡、浮橋西日本新聞、2020年11月21日閲覧。ありがとうございます。